うーん寒くなってきたの本当にうちの周りはですね冷え込むともうマイナスですよマイナス2度ね2度です本当にねえー、檻の中の男子校スタジオから、えー、本日も男だらけでお送りしている「くんごぼんご」ですが皆様この1週間、えー、いかがお過ごしでしょうかなんかね やっぱあれね11月入ってきて、えー、次は12月っていうわけですよ。えー、何年末進行。あー来た年末進行みんな大変でしょ年末進行どうですかねあのー、ラジオはラジオであそうだよこれね俺後で打ち合わせしようと思ってたんですけど中村さんええ何、ー、か考えましょう。 うん、そうですわ、うん、かんない <laughs> そんなわけで <laughs> だって生大丈夫なんですかって今陰で言われていや生どうかなみたいな <laughs> どうですかねあのリクエスト多ければ生でやりますわね <laughs> そんなわけでえ今月のテーマ11月のテーマは「あなたのふるさと自慢」ねお教えください。作作詞詞のの皆さんは作詞の自慢 えー、サイマルラジオ』をお聞きの皆様はそれぞれの地域自慢をお待ちしております。あのねそうなのよその私はですね、えー、生まれも育ちも東京でっていのはまあ、まあ、いつも度々話しているわけですけれども震災きっかけでこちらに越してきたわけですよ、ね、長野県に、えー。よって私はふるさとというものがないの,あの自慢できるのよ新興住宅街で育ったからね。なので その皆様には皆様なりの田舎ふるさとがあるはずだといろいろ教えてもらえればなと、ね、11月のね俺25日にね渡辺学さんと本番で茨城行くの「北茨城」っつったな「北茨城のおいしいもの何?」例えば、ね、この前札幌でライブやったんだけどその札幌だやっぱ地元のやつがやるとうまいものいっぱいあるのよみたいな、ね、例えば作詞作に限って言えば、えー、なんだ作には「 函館と同じ日本で2か所しかない五稜郭があるあ、ね、今これ五稜郭って何か聞いたのお城だって明治時代その辺のお城、ね、五角形のペンタゴンペンタゴンだね、えー、その柵のペンタゴン柵ペン <laughs>、えー、柵には海から日本一統一地点があって到達した写真を薄田,市役所に薄田支所に持っていくと認定証をもらえる。へー 日本一海から遠いんだああ知らなかった,かったそうなのへえ。海から遠くても、えー、昨今の道路事情でですね、えー、東京で何かするよりも柵で食べるスーパーの刺身がうまい不思議なもんですね日本海からも近いしね、えー、そんなわけで、えー、あとは晴天率が年間 90%で晴れてる日が多い。いや、ほんとそうあの、傘いらないもんね。大、ね、体、あ,いいあちょっと降ってきたなと思っても、車でいつも来てもね、あの結局、傘出さないで往復してます、えー。などなど、皆様のふるさと自慢をお待ちしております。えー、本日のゲスト、えー、っとねな、何年なんだ、もうよくわかんない。えー、っと、何年だ、20年ぐらいになっちゃうのか、何気に。 そんぐらいか。いやもうそんな経ってない。十五六年。えー、J.R. and B 界の記載スイングをスイングちゃんお迎えします。あのー、ね、えー、ものすごい、えー、R and B 界の日本では記載と言われているっていうのはね、えー、某 Z ウェーブで、えー、タスクさんが言ってたんですけど、えー、スイングを しんごちゃんを迎えます。質問メッセージをお待ちしております。えー、ファックス番号、ゼロ二六七六五、八八八、ゼロ、ゼロ二六七、六五、八八八、ゼロ。メールの方は、FM エフエムらのホームページからお願いいたします、えー。あなたからのつぶやきも受け付けます。ツイッターですね。つぶやきたい方は、ハッシュタグ、くんご、カタカナで、くんごでお願いいたします。FM エフエム桜のホームページから、ユーストリーム。今日も見てる人いますか。イ,エーイ 何でもありだね本当にえー、サイマルラジオもありますよサイマルラジオっていうのは日本全国どこでも聴けるっていうラジオねあのー、インターネット経由スマホパソコンでサイマルラジオを聴きながらユーストで無才、えー、スタジオも見つつね楽しんでいただければなと思いますさらにえー、アクロスホーム特製の粗品粗品って言っちゃいけないプレゼントを ぜひ欲しいという方ははがきをくださいはがきはがきがねいいのよあのファックスってのもありなんだけどやっぱりね僕らあのエアチェック世代はねおはがきおはがきください郵便番号385-0028385-0028 38佐久市佐久平駅東一番地1くんごぼんご係までお願いいたします、ね、じゃあね ちょっっと待って慎吾ちゃんに入る前になんか喋りすぎて押すの嫌だから先にメッセージ1つだけ読んじゃおうかなどれ読もうかなうーんとあ久しぶりこっから読もうラジオネームイーゼルイーゼルさんありがとうございますメッセージこんばんはなんだかんだでもう11月ですね寒くなりましたが久保さんか元気ですか元気です私イーゼル ままだ風もひかずにおお元気でいますよさて、くんごさんはこの晩秋から冬にかけてお酒が進むと思いますがよくご存知ですね,本当にね。お酒なら何が一番ですか焼酎、日本酒、ウイスキー、バーボン、ワイン、えー。ちなみに私、イーゼルはスコッチが大好きです。この晩秋にあったかいホットウイスキーでバカ話,話バカ話に花を咲かせたいもんですね。くんごさんスタッフの皆様、風邪等を引かずに頑張ってくださいませ。で,はではというわけで あなんお酒アルコールだったら何でもいいよ俺 <laughs> うそ一番好きなのはね日本酒なんですよね地酒もいっぱいあるでしょあの柵のお酒俺ねそうあれが一番好き完竹完竹がねあの程よい癖があってあのこの辺のお酒だとね、えー、皆さんあの多分全国でちょいちょい聞いてる方いらっしゃると思うんですが柵長野県佐久、えー、市のお酒いろいろありますよ とにかく僕は監督がおすすすめですそんなわけで、以下そろそろ慎吾ちゃんの曲いくか、えっ、ー、とね、新しいアルバムを出すそうなの、そこら辺の話を、えー、じっくり聞きたいと思うんですが、じゃあまず1曲聞きましょう、スイングバーで。 はい、えー、お送りしたのは「s i n g o l l i m クス w o r 1そのあのレコードに入ってるレコードなんだよ。ね、えー、ネイバフッでした。<noise> さあそんなわけで本日のゲストは JRB 会の記載スイングをプロフィールを見ましょう。黒い現場にこの男あり 70年代ソウルフレーバーに日本人的感覚が融合したサウンドと圧倒的な鍵盤さばきでシーンに新風を吹き込む鍵盤奏者今話題の音楽レーブル「折り紙プロダクション」の中心人物にしてチャラ福原みそジブラ、えー、近藤草之助 DJ 川崎などさまざまなアーティストへの楽曲提供プロデュースをする参加したアルバムも100枚以上なるほどね2011年には椎名純平 ともやすらとソウルバンドデジルブラザーズを結成するなどさまざまな音楽活動を通じ100枚を超えるアルバムへの参加で黒い音楽黒い音楽普及にアグレッシブに挑んでいる2011年12月7日には「シンゴ45」と書いて「シンとして 3, 3作目となるアルバム「StopLookListen」ルックリスンをリリース イギリスの BBC ラジオでヘビープレイされるなど各所で話題となっていると。で、今日,実、えー、今日読んだのは今言ったみたいに11月3日レコードの日に、えー、スイングをリミックスワークスをリリースというわけでそこら辺の話を、えー、聞きつついろ、えー、んな過去に遡った話もしつつ、えー、どういう展望があるのかも聞きつつって聞きたいことがいっぱいあるのですよ。しんごちゃん聞こえる はいもしもー,ーもしもしどうも初めましてリスナーの皆さんあそか俺にはじめましてって言ったの <laughs> <laughs> りバカ野郎でした。いいテンションでやってるねなんかねそうこれさ番組の<つ>うん番組の頭を聞いてたんだけどあ本当？なんか居酒屋のオカマのおっちゃんみたいなね喋りだったねなんかねオカマのおっちゃんみたいな寒いのよみ <laughs> <の> <laughs> たいなちょっとそうなのよ いいテンションですね。あのね、はい、そうよ。あのいやだってほらお姉さんまのあの、うん、バックもやってたことあるよ俺。あの<ー>あのミッツマングロンブさんとかのホシクズスキャットって知ってる？あ分かんないけど。そやってるんだ。そうそれでねいろいろ地方回りましたよ。いろんな仕事やられてますね。えー、違和感なくできました。 ああ、なるほどね。<laughs> そこでちょっと、開眼したみたいな。いや、開眼は別にしてねけどさ、えこんないきなり世間話でいいんですか <laughs>。いいの、いいの、いいの、いいの。いいのねあ。いいの、いいのよ。あのー、はい、リリースおめでとうございます。あ、ありがとうございます。これ、えっ、ー、と、リミックスワークスっていうのは。はい、えー。過去に遡って、えー、その。今まで。の、こう、リミックスワークを。レコードとして出すっていう。 そういうふうに捉えられるようなタイトルをつけましたっていう感じで、まあ、数年前に作ったのもあれば、まあ、最近作ったのもあるんですが、うんあの、わざわざボリューム1とすることで、うん、あの定期的に、うん、あの出していきたいなという意味も込めてそういうタイトルにしたんですけどね、要、ねまあ、はアナログ出したかったんです、レコード出したかったんです、<laughs> 大好きなんですレコードがまるところ最高なんです。 そうだよなレコードあそうだよだってさ俺レコードのプレイヤーあげたじゃん君にあ安く売ったんだっけあげたんだあげたんだよあれそうだよもらってないもらってないく売ったんだっけいくらいくらよこせって金額言われたよもらもらったやつなんだけどって言ってたくせにえっとまあちょっと1万5000円ぐらいもらっていいかなともらったやつって言ったじゃねえかお前みたいなええちゃんと払ってあの ヤフオク価格みたいな感じでねそうだよねあれ景品だったんだよ景品って言っちゃいけないけどねベスタの大会に出てさベスタの大会で勝った時にもらったのベスタックスってベスタックスってのはねもうないよね使ってますよベスタックスのもうもう一台ベスタックスだったからベスタックス同士で我が家にはリネセットがね 素晴らしい,い感じですけどね。そうね,ね。ちゃんと金払いましたから。あ<ー>、はい、すいませんでした。はい。<laughs> <laughs> <laughs> そうだからレコード、俺ねだからレコード最近いいなーってあの針を落とす作業久しぶりに久しぶりにやってみたいなと思うんだけど。うんうんうん。も,もうなんかずーっと CD できちゃったから。そっか。そうだよね。そうなんでこっからまたレコード集めていくのかなとか思って。いや今ねやっぱり、うん、あのー。 海外でもそうだし、日本でもあのレコードの、うん、まあリバイバル的な要素もあるんだけど、ブースが来ていて,て、ねあの、ちょっとしたあのおしゃれな雑貨屋さんにもレコードプレーヤーって売ってるんですよね。うんうん そ,うだよなそれでスピーカーがもうついていて、うん、本来はあの、まあ、メカニカルなことを言うと、フォノアンプが必要でとかね、いろいろややこしいシステムが必要だったんですけど、今はもうプレイヤー1台で、そこにスピーカーもついていて、データにしたい人は USB のアウトプットもついているというね、オールインワンワだねそういう便利なものがあの、しかも1万円ちょっとで売ってたりするので。今ならならんと、うん もう、うん、今ならなんと漏れなく、うんえー、H. M. V. のレコードショップに行けば売っております。<laughs> はい。そういう。そうだよな、ね、ね、でも安いわな、はい、プレイヤーもな。 そうだからなんかあのレコードで育ってないはずの,あの20代前半のね男の子たち、女の子たちもレコードプレーヤーを手に入れみたいな感じにちょっとなりつつあると思いだまあしざっくり言うとやっぱり音楽ってあの今、フリーに向かっちゃってるわけじゃないですかのサブスクリプションという形でねタダで聴ける。だからあの欲しい音楽、えー ちゃんと聴きたい音楽、向き合いたい音楽っていうのを、なんか、まあ、俺らはズバリその世代だけど、これ、ね、からの世代にとって、レコードってまた再び大事なんじゃないかなっていう、うん、そうだよね。千、ね、円、俺のもまあ、新しいやつも1300円で2曲入りの、あのうん、まあ15センチ四方ぐらいのね、あのねドーナツ版ってことそうそう、ドーナツ版うんうん、うん それぐらいのってね、1300円プラス税で,ですが、そういうのも、それぐらいの値段でちょっとおしゃれなグッズを、それじゃなくても飾っとくのも、そうそうね、やっぱかっこいいと思うんだよね。えあれ、しんごちゃんのそのニューアルバム、うん、シンゴリミックス、うん、リミックスワークスっていうのは、うんうん、それはあの、もうアナログのみなのそれともダウンロード券みたいなのがあったりするのああ、もうそういうの、何もあえてあのつけませんでした。レコードのみです。なるほどね。かつ 限定プレスで数百枚です、300ぐらいかなしかあのて、うん、ないので、まあなくなり次第そうだね,ねっていうことで、まあでもこういうのを何枚か出していくうちに、どっかのタイミングで CD なり何、ね、な,なりにはしようかなと思うけど、うん、まあ、あのー、俺のライフワークですね、まあ、ビジネスにはなってないですけど。 うんもう好きでやってることだし、まあおかげで全国の音楽好きがあのちょっとずつやっぱ買ってくれてたりするんで、コミュニケーションツールですね。ああレコード派ですね。うんうんうん。あれ持ってましたとかいうことあるんでね。そうだよな。あのやっぱりそのあのジャケット覚えてるとかこのジャケットどうっていうのってやっぱり C.D. だと普及しなかったもんね。あのレコードレコまあドーナツ版にしたって。 CD より大きいわけだし LP なんて言ったらやっぱりサイズがそれそこそこあるからやっぱり見た目のインパクトって CD とは全然比べ物にならならいもんね僕のね新しいやつもあのレコあのジャケットなかなかいいですから手に取ってほしいですねもう某バンドのえもうオマージュというかねあこれ絶対あれを参考にしたでしょうっていうね。何オマージュって言えばいいけどパクリってこと ああまあそうですね。あのー、もうえ訴えてきたらもう大歓迎です。<laughs> それをきっかけに友達になれるんじゃないかっていうね <laughs> え前向きに捉えております。ポジティブだね。<laughs> <laughs> いやいやそういうもんですよ。まあね,ねリスペクトでて,てしまえばいいんだもん。こ,んこ,これでだって百万枚ね、うん、間違ってなんか売れたようなものであればそれは。 後々大変だけどまあねいやいやいやそもそも儲かってもいない趣味でねやっているものですから訴えてくれたらもうそれはウェルカムでちょっと電話番号教えて電話番号みたいな感じだねそうそうがねなん何言ってんだあのさえっとこの発売日が十一月三日はいえっと今日何したっけ今日は五日だ一昨日発売したんですね。 うん、発売したて。うん、おめでとうございます。これ、これが、えっと、あ、そう、えっと、我がエフエム桜で、ヘビロテ決定で。あ、ヘビロテじ決定で。パワープレイ決定でございます。パワープレイですね。ありがとうございます。まあ、パワープレイ決定ということでですね。はい。なんか、あの、なでも。日本で。一番海から遠い。そう。そうなんです。いましたけど。えこで。僕のね。あの、ドープな。 黒い音楽は、日々かかって、かけていただけるなんて、幸せでございます。本当、本当、えあ、もう流れてるって。あ、もう流れてる。うん。毎日毎日。そう、毎日毎日、君の日毎日。あの、汗臭いのが流れてます。汗臭いのを流しすぎて、ちょっと近所の火山が噴火しないことを、ちょっと願っております。いや、めて、俺、あ。あ、三番山の麓に住んでてさ。そう、リアル今日ね、ちょっと吹いたんだよね。 軽めにね。そうなの、そうなの,そうなの。あらららだ。<laughs> まあまあ,まあリアルなわけですね。<laughs> 冗談じゃないというね。<laughs> そういう、えー、そういうこと。そういうで、なん何せ十一月三日っていうのはレコードの日って、そうそうそう。何の、ねまあ、レコードの日って、うん、こういう出す話をその h m v さんとしてる中で、うん、あのまあ知ったんだけど、千九百五十八年からレコードの日というものが存在していたようで。うんうん あのまあ、ちょっとあまり有名じゃなかったけど、うん、あの昨今のこのレコードリバイバルのブームがあって、うん、まあレコードストアデイというのがね、3年前ぐらいから世界,、うん、世界同時にや,<う>やるようなレコードストアデイというのが始まったんだけど、うんうん、それの日本独自な、うん、あのレコード祭りをやろうっていうので、今年から始まったのがレコードの日、11、ねえー、月3日にやって、もうそれはもう古い。うん あのなんかえ細野さんたちがやっハッピーエンドの前にやっていた「エイプリルフール」というバンドのレコードの再発とかねいろんなものの再発もするわ俺のこうやって新譜も出すわという祭りをえやらせていただいて、まあ、あのお客さんも,もうだから若い人から結構なねあのおじさんおばさんもあのレコード屋に集まっているという風景を。 下北で見ましたねいいコードっていうのは強制的にそのプレイヤーの前に20分とかね10分とかそこにいなきゃ聴けないものだから何かをしながら歩きながらっていうね聴くのとはまた違う音楽との向き合い方だと思うんで多分だからここ2三3 0年音楽と向き合うってのはその。 ライブに行けば話は別だけどおうちで音楽を聴くっていうのはもうながら以外ないっていう状況にほぼなってたと思うんだよね。そうだよね。だからそこからプレイヤーに針落としてっていう文化が復活するとやっぱり嬉しいねうちにうちにターンテーブル今ないから何も言えないけどさ。ああじゃあぜひぜひ。買わないとねじゃあの プレイヤー一万五千円でいかがですか?。もうさ、それさ、散々使ったんだからさ、少し引いてよ。まあまあまあ。あ、なんか、あ、なんだ、まあ、あの時間になっちゃったな。あ、そうです。あの、あれだね、あの、そうとくん、池宮総うとくんとか、吉浦健治とかも、つい最近出てたんだね。出たよ。うん。ね、あの、先週はね、あの、S. M. E. の。 うん、えー、国前秀樹っていうおははいほいうんマイキーが来たはてあれえっ、ー、とね総そうそうそう先週が蒼斗くんだったっけかあう先々週が蒼斗くんだ、うん、えっとね<ー>再来週は椎名淳平来るよ、うん、おお、うん、なるほどでその後その次は澤田かおりちゃん なんかね、ちょいちょいちょい楽しく楽しくやっておりますよマミー D が出たりとかもね D さん出たそう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 その後俺会ったんだよバーベキューしたのだからこれだよねあのあそう「ライムスターのね新しいアルバムの中でも3曲ぐらいピアノと作曲トラックを一緒にやらせてもらってるんでご活躍ですんでそれの直前だね多分6月ぐらいだったでしょその番組にそちらにそう 多分うんうん長寿多分毎週やってるからさいつ頃だったっけかなと夏まあいいやそんなあの今後の活動の展望というかどういうことをしていきたいとしんごちゃんは思ってるんですかそうですね大きくそんな大風呂敷はあのそんななくてまあ レコードはね、さっき言ったように、ライフワークでやっていこうっていうのと、セッション好きなので、ソイランドピンプセッションとの、元春君とやってるセッションも毎月やってるし、そういう、元君とやってるのって、東京宣言じゃないよじゃなくてね、バトルオブスタディという、あれだ、かもめでやってるやつ、でややってるつは横浜のね。 ディアンジェロって言ったら、ディアンジェロしかやらないみたいなセッションとかをやってるんだけど、そういうなんか、まあ、なんかね、学ぶこともやりながらのうん感じだけど、まあ、展望的に言うんだったら、やっぱりセッションとレコードっていうのが俺の軸かな、仕事の中ではもちろんいろんなことやっていくんだけど、自分シュート発信でやっていくのは、レコードとまあセッション、これは今後も。 80まで生きたら80でもセッションでできるようなねうよなおっさんになりたいなというそれはそう思うわ感じね,ねアートブレーキが最後に日本に来たのが90何ぼだったってなああまあそのそその年までお互い頑張りましょう頑張ってねいい年越いてもモテるね、うん、おっさんでありたいっていうねはい感わかりましたはいなんかいろいろ話、うん、ソウル大学のことも聞きたかったんだけどちょっとまた んででいいすかラジオにああはいはいはい是非ともあのもうええ隙間ができたらいつでも呼んでくださいわかりましたなわけで一曲えもう一曲その今度リリースするアルバムからあシングルからかうん紹介していただいてもよろしいでしょうかはいじゃあそれで締めといたしましょう「ラッキーデイ」という曲ですね年前のののの自分アルバム曲 リミックスでラッキーでフューチャリングセグウィックはいスイングオーでしたありがとうございますありがとうはい。 スイング王でラッキーデイでした。そうなのだ。人生はセッションなのだ。ね、あのいろんな人にこう日々会って、こう日々会話をして、いろいろ考えて、ね、会話をするのと音楽するのはまあ似てるわけですよ。で、今ゲストのシンゴちゃんも言ってましたが、ね、八十になっても えー、セッションできるモテるとか言ってたけどそのやかましいわって感じだけどねあの、まあ、モテるはモテるでいいけどさ、えー、そうやって会話を歌えば俺が今やかましいわみたいなそういうことを楽器でお互いできれば嬉しいなというわけでセッションしようぜワン・ツー・スリーのコーナーでございます。 音楽と楽しく振られ合いましょう。僕のリズムに合わせて、みんな叫び歌い。楽器のある人は楽器を奏で思い思いでラジオの前でセッションしてください。僕の持ってきた楽器は毎度のごとくカホンカホンカホンでございます。あのカホンと言ってもちょっと丸くてハンディーな感じのカホンなんですが、これをちょっとピックアップマイクが付いているやつで演奏しております。さて、それでね。えー、来ないのよ。あれが？ あの反応がいわゆる反応ってやつをあの,あれをあの音源にして送ってくれるって、ね、言ってる人たちいるのになかなかやってこないわけ、ね、あの忘れてんじゃないかと思って、ね、あのもう一回言いますけどあの僕が演奏した音源はファイルになってホームページに上がっております上がってるのでそれをダウンロードしてそれに合わせて、えー、何でもいいうなり声でもいいしねっ。 な,なんか面白いこと音を重ねて、えー、<laughs> FM 作欄に送り返してください。そしたらオンエアしちゃうかもしれません。ねえー、なわけでじゃあセッションしてみましょうか。 今日も楽しく太鼓を叩いて今日も今日も毎日太鼓を叩いて楽しく暮らしているわけでございますけれどもあのー、こうやってね皆様の何かしらのお役に立つようなことがあれば嬉しいなと太鼓でね思うわけでございますそう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 先週ね俺ね幼稚園で演奏してきたんだよもうね面白かったあのー、パチカマンって言ってねああのー、まあ、アフリカのアラサトって楽器を あの改良したアフリカ生まれ日本が日本のえ日本育ちのパチカっていう楽器があってカクエイっていうんですけどカクエと一緒に幼稚園で演奏してきてねまあお盛り上がりだった太鼓はいいね年齢関係ないからねえそんなわけでえ皆様あのメッセージとえーお待ちしております FM 作大のホームページからお願いいたしますじゃあ曲いきましょう。 えー、ラリー・グラハムグラハム・セントラル・ステーションで「イッツ・オール・ライト」。 さあ、ここからはあの訓んごぼのね強力な理解者でありスポンサーであるところのアクロスホームからのお知らせでございます。中でもねあのあれあのまあもちろん社員さんによるんですけどもうもはや友達っていう人も多くてですね、えー、甘えすぎないようにしてると思います。<laughs> はい、えー、この時間はくんごぼんごを応援してくれますアクロスホーム株式会社からのお知らせです。えー、アクロスホーム株式会社のスマイルフェスタ開催まであと10日おー11月15日日曜日朝9時から夕方5時まで場所は上田アキンドホール旧上田卸会館上田市問屋町510-2こちらで行われます。 アクロスホームの社員と施工業者施工協力業者が総力を結集して年に2回開催している一大イベント施工協力業者会ああそうだこれ難しいね施工協力業者会あ言えた施工協力業者会匠塾の会員の中から選ばれたスマイルフェスタ実行委員が企画したちびっこの皆さんへのイベントを前回はご紹介しましたが。 今回は大人も楽しめるワークショップをご紹介します。これ面白そうだな。えー、その一。大工さんと一緒に作ろう木工ワークショップのコーナー、あ、俺行く。これ行こう。ちょっと待ってよ。一月十五日でしょあ、ちょ、後で予定確認しよう。えー、っと。もう一回読み直そう。大工さんと一緒に作ろう。木工ワークショップのコーナー。プロの大工さんに教わりながら。簡単な棚等を。 木材をカットするところから組み立て、えー、約1時間ほどで完成させます。もういいな。参加費は500円。匠の技作品販売同様。えー、上昌地域上地域でいいのかな、はいえー、上昌地域活動プレジョブさんへ。上地域活動プレジョブさんん寄付しますうーん 時間は10時13時15時の3回先着6それぞれ先着6組6組まで、えー、ご参加可能ですと、えー、この機会に上手に釘を使ったりきれいに仕上がるコツを教わって DIY 名人になっちゃいましょういいなあいいな大工さんと一緒に作ろう木工ワークショップ、ね、その2塗装にチャレンジのコーナー、えー、端材に塗ってまずは腕試し また匠の技作品販売で購入した木工品に塗ったり木工ワークショップで作った作品に自分で塗装して仕上げるもよしなるほどねあーこれもやりたいなあのも木工の塗料ってこれ木工ってことよねあの木工の塗料もあのほらあのウレタン系のがあったりとか、まあ、ニスがどうのとか結構種類があるじゃないですかあのオイルがあったりとかちょっとね俺そこら辺ちゃんと違い知りたいな えー、行きたいな、えー、日時11月15日日曜日朝9時から夕方5時場所は上田アキンドホール旧上田卸会館住所は上田市問屋町510-2です、えー、スマイルフェスタぜひ皆さんでちょっと参加してみてたしてみていかあ <laughs> してみたらどう <laughs> はい。 上あごめんなさいえっ、ー、とね上昇って言ったので、ね、それはね上昇地域失礼しました、えー、上昇地域活動上昇地域活動プレジョブさんへ、えー、参加費は寄付されるということです、えー、以上アクロスホームからのお知らせでしたで曲行きましょうローズンロインスでカーシュ あの,あ,のあのねこうやっぱね昔からのこう知ってる人間をですねゲストに呼ぶとねついついね聞きたいこともいっぱいあってなんかやっぱねこう,続いてる人こう自分が活動して続いてる人の話っていうのはね面白いのよ。ねなまあ、仲間か仲間じゃないかとかそういうこと関係なくやっぱ面白い人が生き残ってるというかあの毎回毎回ね この電話のコーナーがどん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 長くなっていくというね第1時間電話でインタビューでいいんじゃないかっていう気が最近してきてるんですけれどもまあ <laughs> そんなわけで、えー、メッセージが今日ね結構多いのよ、えー、読みましょうかラジオネーム福島 FM リスナー八二カローラさんありがとうございますくんごぼんごさんウルトラマンの発祥地である福島県須賀川市内の病院の 病棟からこん,ばんまでござるこれウルトラマンの発祥の地ってさあれじゃないの、あのー、世田谷じゃないのえー、そっか須賀川市かそっか円谷さん生まれたのかそっかつぶ、えー、と潰れ屋スタジオだっけがねえー、と僕の東京の本拠地の隣の隣の駅にございますけどねまあまあそれはいいや、えー、ご無沙汰してるだに午後20時現在福島 須賀、えー、川市内は一日爽やかな快晴の模様でござるだによなるほどね久しぶりにくんごぼんごさんの番組をリアルタイムしてるでござるだによ実は千葉県内で大型トラックの荷台から転落事故そうだったのあらららら6月10日から入院して1ヶ月半が過ぎてしばらくの間くんごぼんごの番組休んで病院生活を送ってるでござるだによあそうそうああ かわいそうになトラックから荷台から落ちちゃったのねで今月のメッセージテーマ現在住んでいる福島県郡山市の自慢うんやっぱりあれでしょう三万石のままドールなんだこれスイーツうーんもっと自慢したいのあじゃあ来週メッセージくださいそっか入院ねこちらはねもう一つ退院っていうのが来てるよえー、っとラジオネームニセラスケイジありがとうございます。 メッセージくんごさんこんばんは11月のテーマがわからないのであそうそっかそっかあの発表遅かったですもんね10月のテーマ「小さな罪悪感で」で退院の日を決める時にお気に入りの看護師さんの出勤日に合わせてしまった女房ごめんだった <laughs> まあねまあ気持ちわかるというわけでこの場を借りてお借りしてご報告ですいません土曜日退院します。 あーよかったねーニセラスケージさんは結構長かったでしょでも入院ねハチニカローラさんもまあそんないつか退院できる日が絶対来るのでその日を楽しみにあのラジオ聴いて気紛らわしていただけると嬉しいなと思いますえっ、ー、とねもうあとにつうんうーんとメッセージあこれ誰からだあ長野ドットノムさんから。 えー、メッセージ「憲剛さん長野と私の関わりは我が心のふるさとに行くではなく帰るです」そうだよ長野ドットノムさんってあれなんだよねノムさんえっ、ー、とどこに住んでんだっけあれじゃないのどっかあれだよね長野じゃないのよねうんあっそうか滋賀県なんだ <laughs> そうね長野ねそうでも滋賀と長野一帯来たりしてくださいありがとうございます ほいで、ラジオネームやっ子さん、こんばんは、本日雨の沖縄から戻ってきました。うーわ、雨の沖縄、雨だったんだ、沖縄。仕事代わり、沖縄で開けていたのですが、あの、想像しい那覇市内にお,お泊まりするのが嫌で人気に、人気の少ない大好きな場所に、海中道路を渡り上陸おう、最近はホテルの方に顔を覚え、ホテルの方に顔を覚えられてしまい、お久しぶりですと言われてしまいます。あちょっと行くんだ。 いいな、いいな、那覇空港で搭乗ゲートを通った瞬間、現実の世界に足を踏み入れてしまい、羽田空港で軽い衝撃とともに、えー、着陸した瞬間、完全に現実に戻ってしまいました。そそううですか、あああね、あのそうね、の、ライブ来てください。<laughs> というわけで、ああもう楽しかった、楽しい時間はあっという間、くんごぼんご、ぜひ来週もまた聞いてください。さようなら。